ガールズマンデーナイト月8。はい、皆さんこんばんは。はい、始まりました、アクトレスガールズマンデーナイト月8。こういうね、久しぶりに私は、スタジオに足を運んでおります。メイン MC を務めさせていただきます、トラブル前にほうれん草特攻隊長の本間太江です。よろしくお願いします。イエーイ。はい、ということで、なんかね、久しぶりにスタジオに来たら七夕のやつが飾ってありました。かわいいですね。はい、でも七夕の短冊は何も飾ってなくて、パンダちゃんだけがぶら下がってるっていうことです。わらわらわらみたいな感じですね。はい、本日もね、50分間喋、り倒していきたいと思いますので、まずは、月八のいつものオープニング動画を皆さんで見ていただきます。オープニング動画どうぞ。はい、ありがとうございました。はい、はい、なかなかスタジオに来れなかった一つの理由として、自分がですね、右膝をちょっと負傷してしまいまして、その関係でスタジオに来れなかったんですけども、リングにね、こう暴れている本間はちょっとしばらくの間見れないんですけども、まあ、他のアクトレスガールズのメンバーはガンガンに、リングの上で暴れておりますので、そんなアクトレスガールズの、ここ近況の、スケジュールをちょっと皆さんに一緒に見ていただこうと思います。画像出ますかい？かいかいかい。はい、出ました。はい、すごく見づらいですけどはい、すいませんね。ありがとうございます。アップにしてくれた。はい、一番近い大会がですね、この、スケジュールのやつにちょっと載ってないんですけども、7月10日、だから今週末ですね、今週の、土曜日お昼から、ビギニング新木場大会というものがございます。7月10日、ビギニング新木場大会がございます。こちらですね、私はちょっと、試合には参戦というか出場はできないんですけども、会場でちょっと、ご挨拶などなど、ちょっとリングの上で、本間対コーナーみたいなのをやらせていただくということなので、もちろん本間さんもいらっしゃいます。そしてはい、でカードもね、つい最近出たんですけども、まあ、詳しくはアクトレスガールズの公式ツイッターがありますので、そちらをご覧いただけるとありがたいなと思います。初参戦のね、ビギニングの初参戦知ってくださる他団体の選手だったりとか、あとは、8月13日に引退ロード8月13日に引退をする五十嵐ノア選手の引退ロードの、試合も入っております。こちらね、引退ロードだけ言おうかな。ノアちゃんは今までね、アクトレスガールズのメンバーの中でビギニングのアミちゃんとは一切関わったことがないということで、絶対に引退するまでに関わってみたいですというお言葉をいただきまして、それならばと思って今回のね、7月10日のビギニングは、アミーゴと、アミーゴって普段言わないんですけどアミちゃんと、ノアちゃんのシングルマッチというカードを組ませていただきました。引退ロード、結構ね、いろんな他団体さんのところでもやってますが、まあアクトレスガールズとしては2発目の引退ロードシングルマッチ、三浦亜美選手と五十嵐ノア選手の試合もございますので、ぜひぜひ皆さん会場に足を運んで、土曜日の昼ですからね、皆さんたくさんの人に生で、見ていただけたら嬉しいなと思っております。そして、次の日が、7月11日アクト大阪大会ですね。7月1回だけなんですけども、6月がね、ちょっと、お芝居では大阪には
行かせていただいたんですけども、興行としては7月に行っていないので、久しぶりのアクトレスガールズの大会になると思います。こちらもね、皆さん一緒に楽しんでいただければ嬉しいと思います。お昼に、アイスリボンさんが同じ会場でやっておりまして、その夜夕方からがアクトレスガールズなんですけども、私アイスリモンさんにレギュラー参戦させていただいておりますので、まあ、今ねちょっと欠場中なんですが、お昼からイナロックボックス大阪に行こうと思っておりますので、ぜひぜひ、1日通してね、アイスリボンさん、そしてアクトレスガールズ、本間を楽しんでいただけたら嬉しいなと思っております。そして1月18日が、カラーズ新木場大会となっております。で、1月25日がこちら舞台なんですけども、アクトリング昼夜と決まっております。こちらね、後でちょっと詳しく話させていただきます。で、8月、来月になるとビッグマッチ、8月13日後楽園ホール大会ということで、こちらがですね、タイトルがもう2つ決まっておりますね。シングルマッチ、そして私が巻いておりますスパイスアップ尾崎舞香と巻いております初代のこの AWG タッグのタイトル戦もこの8月13日に決まっております。私はこの8月13日の後楽園ホールのためと言ってもないぐらい、もう他言ではないっていうぐらい今気合を入れて体調整に入っておりますので、怪我も含めてね。なので皆さんぜひ8月13日、ビッグマッチなので、会場にまだね多分ね声とか出せないと思うんですけども、ノアちゃんの引退もありますので、ぜひぜひ皆さん一緒にアクトレスガールズを盛り上げてくれたら嬉しいと思います。ありがとうございます。はい、すべての大会、またあと舞台もね、公式のツイッターやホームページがございますので、そちらを確認していただいてチケット予約開始しておりますので、ぜひぜひよろしくお願いします。ありがとうございます。ウェイウェイウェイ、はい、ということでですね、まあスケジュールバッと話させていただきたのでいただいたので、早速ですが本日ゲストさんがいるんですよ。なので、ちょっとゲストさんを呼びたいと思います。それではゲストさんでアクション女優の福田麻也さんです。どうぞ。イエーイ。もうこんばんはな、時間的に。はい、はい、どうぞ。麻也ね、ありがとう、今日はゲストに来てくれて。とんでもないです、ありがとうございます。初ラジオです。そうだね、言ってたね。はい、まあ、ラジオだけど映像もね映ってるからね。しっかりとねカメラの方を見ていただいて、はい。なので、まだね今日ねマヤのことを知らない方の方が多いと思うので、はい、ちょっと軽く、自分のね自己紹介みたいなのをしてもらってもいいですか。はい、自己紹介、自己紹介、はい、はい、かわいい。今年21歳になります。へー、わかる。へー、わかる。みんなどうしよう。7月1日にそのリング上でのデビューをしました、はい。リングでデビューする前はですね、小さい時からお芝居だったり舞台に立たせていただいていました、うんうん、はい。すごいね、芸歴だよね。何歳から芸能やってんだっけ。1歳からやってます。やばくない？1歳ですよ、言うてるわ。1歳だって、はい、やば。だからでも今日12月で21になります。12月、だいぶ後だね。まだ20歳ってことじゃん。だから19年前からも芸能やってるということでね、はい、すごいよ。私より大先輩ですわ。いや、すごいすごい大御所なんで、まあ、いろんなね経歴を持っているマヤなんですけども、はい、こないだね、そうそう、7月1日にグレートという旗揚げ大会で UWF ルールのねの中でデビューをして、私もねセコンドにつかせていただいたんですけど、はい、ああそうですね、これです。すごかったね。すごかったです。びっくりしました。もう人の数もそうですし、うん、そうだよね、圧だったりも皆さんの一人だけ、そう、入場式、開会式とかで、うんうん、あったね、並んでる、なんか後から見た一人だけちっちゃい、すんごいちっちゃかった。でも可愛かった。これね YouTube でも見えるので、皆さんグレートさんの YouTube とかで見ていただくと、ここでねちょっと可愛らしいマヤなんですけども、ガンガン戦っているっていう試合も見れるんですけど、この日が旗揚げで、
ね、開会式みたいにその出場した選手の方がもう大御所ばっかだったよ。ねえ、そんな中にね、ちっちゃい迷子トコトコトコって歩いてきて、ドドドって並んでね、一列に並んだけどね、マヤだけすごい低くて、でも自分立ってる時はもう全然そんなつもりなくて、うん、もう同じぐらいだと思ってます、うん、めっちゃでかいぞと思って、もう気持ちは決めてました気持ち決めてたけど後で見たらちっちゃと思ってしかも後から弟から写真が送られてきたんですけど、うんうん、足が短いのとズボン半ズボンが大きいっていうのがあって結構お腹の位置まで無意識にズボンを上げてた、上げてた上げてたその写真と、うん、あの弟が体操着をインしてる写真が送られてきてあ、私兄弟して足短いんだなっていう笑われてますね。そのツイートしてたね、なんかね、はい、面白いわ。でもね、すごかった本当に。こんなね、私もなんか、まあ、もちろん UWFっていうルールっていうのも私も初めてだったから、うん、だからすごくね、セコンド自体もすごい緊張したんですけども、堂々としてましたよ。もう一枚ありますかね、写真。はい、もうこれでも凛としてるでね、これデビュー戦をお相手していただいたね方が、橋本選手なんですけども、うん、戦場のね方なんで、プロレスもプロレスラーでもあり、あ、もうレスリングでもすごく実績を残されている、うん、あの選手なんですけども、なんと私と同期なんですよ、2015年のすごいね、だからすごい好きで、もう勝手に個人的にすごい好きだったから、はい、なんとそのデビュー戦が、そのね、舞台として一緒にね練習してる子がデビュー戦の相手がね橋本選手だっていうことはすごく嬉しかったの。ありがたかった。緊張してたよね。でもそうですね、めちゃめちゃ緊張してました。もうずっと楽屋でもタイさんが声をかけ続けてくださってもう本当にあの朝からずっと一緒にいて、楽屋とかもねやっぱり、一緒に入らせていただいたんですけども、もうね全然寝れてないって言ってたしね。はい、もう前日布団入ったのは結構早かったんですけども、うん、目バッチリでした。ずっと天井を見続けてますそうね、でもすごいいい顔してるよ。この握手の時とかどんな気持ちだったの？いや、もうこの時はもともと空手では試合をずっとやってたので、そう、ね、もうその入場する前に、うん、試合で今までやってたルーティーンと同じ方法でタイさんに入っていった方がいいよっていうアドバイスをいただいたので、もうそっからもう戦闘モードで入りました。もうさっきはすごかったよ見ててそう、空手自体もそのすごいんだよね、実績みたいなのが。すごい険しい顔するやないやでも本当に私より強い人は山ほどいるので、うん、いやでもね、私はもうそこに触れたことがないから、もうそれだけですごいんだよそうなんですよ。でもやっぱね、すごかった。試合もね見てたけど、初めてでね、すごい緊張してたけど立ち向かっていく姿がすごく印象的だったんですけども、まだあるかな、写真が。あ、どうだった？これですよ。やっぱり結構あのスイッチを自分の中で切り替えるんですけど、戦う時はその普段はあんまりちょっと攻撃的な感じが出せなくて。そうだね、優しい子です見ての通り優しい子です切り替えるんですけど、うん、今まで試合でそれが抜けたことは一回もないんですよ、うんうん、ここで初めて素の服名前が出てきてしまって。あ、そうなんだ。このタックルだったり、まあそうだよね、はい、投げられて、そりゃそうだよ、受けたことないものだからね衝撃がすごかったです。そうだからね、もうこれもねやっぱりレスリングやられてるっていうのもあるから、すごいやっぱりタックルもすごかったし、もうね、まあ、体格差もあるかもしれないけど、はい、まあでも、ね、なんか見ててね、すごくね、面白かったのはもちろんなんだけどなんかエネルギーをすごくもらった。なんかもともとさ、自分たちがやってきたものが違うじゃん、はい、空手、うん、で、まあプロレスでもあるけどレスリングっていうものを駆使してやってきたものが違う中で、でもその異色の人たちがルールの中で一つの競技で戦うっていうことがすごく面白くて、うん、でなんかそのためにはやっぱり戦略だったりとかさ、はい、普通では やっぱりいけないものがあるからそこを考えてなんか向き合ってるっていう感じが全試合見えて、はい、それがすごく面白くて勉強になりました。いや、そんなことでもないです本当に。いやでもね、いや、そうそうそう、でも何回も倒されても倒されてもね、はい、
心折れずに立ち向かっていくんですよ。いやーね、すごく、だから感動したの、私は。頑張れと思ったし、はい、お客さんめっちゃ応援してたからね。ほんとマヤの応援ばっかしてたと思う、すごく、うん。ありがたいです。ありがたいよね。見えた？でも、なんとなく分かった。でも、あんま分からんでしょ。タエさんの声しか聞こえてこなかった。もしやめっちゃ呼んでたからね、名前。いやーみたいなね、はい。そうなんですよね。一回その、水車落とし。水車落としをそのバーンと落とされた時に、うん、本当にもう何にも聞こえなくなっちゃって、うんうん、カウントすらも聞こえなかったんですよ、うん、あもうやばいなって思ってたらもうタエさんの、うん、っていう声が入ってきて、いや、あやばい、ね、立たないと、そうだよね、いやもう本当にでもうね、やっぱすごいから、はい、でしかもさ、そのね、そのロープエスケープとかもさ、もうポイント制だから、うんうん、いつもとその私が今までやってきたあのルールでは全然違うから、はい、呼吸の仕方とかも多分全然違うだろうし、うん、すごいもうずっとなんだろうね、ポイントのことに集中して、うん、一個一個のことがもうなんて言うんだろうね、これで決めよう決めようっていう感じで狙ってるから、うん、KO だったりとかね、はい、その狙ってるから緊張感がずっとある中で見てるから、そんな中でさ、はい、バゴーンって投げられたらさそりゃキーそう見ててさ、あーやばってなるじゃん、はい、必死でしたよこっちも。いやでもすごい、その後立った時にすごくもう泣きそうになったもん、私もやばかった、起きろーみたいな、お客さんもすごくね起きろーって言ってて、すごかった。もうまだあるかな、写真結構何枚かね、これよ、あーキリーね、一発いいの入ったね。いや、でもこれ覚えてる？でもがっつりちゃんと見てるもんね。はい、あもうこの時は、うん、その前からもう絶対、うん、はい絶対決めるっていうの だけじゃないですけど、ハイキックを、あまあそう得意だもんね、ハイキックを絶対決めたいと思って、その距離をやっぱり取りたかったりとか、うんうん、そうだよね、うん、あってそのロー下ずっと蹴ったりとかして、うん、あもう今だって思ってバチンってね。いやでもすごかった、橋本さんもね、はい、このキックに関してすごいね、はい、よかったって言ってねツイートしてたもんね、うん、ありがたい。お客さんも結構どよめいたし、会場もすごくおーってなってたからすごかったです。もう食らいたくない私って思いながら、いやすごい本当にね、もうなんて言うんだろうね、もうエネルギーゼロぐらいまでさ、はい、もうレベルがビヤーって下がってる状態で、はい、急にベチンっていったからお客さんもやっぱりわーってなったし、うん、なんかね、これがデビュー戦だからさ、今後のそのマヤの場数を踏んだりとかトレーニングももう一回積み重ねていった後の、うん、未来みたいなのがねすごい楽しみだなって思えた一瞬の攻撃だったんじゃないかなってすごく思ってた。すごかったね。だってもう記事とかも結構それ言われてたもんね、はい、ね、キックのこと褒められてて素晴らしい。すごいんですよ、すごいんですよ、やっぱね空手でやってたからね。でもやっぱね、その練習とかも蹴りをねのやつとかの肩とか私は見せてもらうんですけど、まあすごいのよ本当に、ようそこまで足上がるねって思いながら本当にまあね当たり前なんだけど空手やってるから、だけど自分がその触れてこなかったものだから、それをねやってるのはすごくかっこいいし、あとやっぱりなんて言うんだろうね、肝が座ってるね、やっぱり試合もやってきてるしね、ルールは違うし、違うものかもしれないけど、やっぱりね戦うっていうことをずっとやってきてる子だから、うん、すごいなと思った。うん、堂々としてたよ本当に。一瞬切れましたね立ち直った足もバンバン叩いたもん、ね、もう入れ入れめっちゃもう試合中に自分の足をねバコバコ叩いてたんですよでもそれもなんかすごく良くて、うん、だって恐怖は絶対にあるわけだし、それにね立ち向かう自分との勝負っていうのもね、うん、そう思って私は本当にデビュー戦が橋本選手だったっていうのもね、はい、とても良かったんじゃないかなって個人的にはねすごく思った、うん、うん、やっぱりすごい選手に相手していただけたってことは、もうマヤ自身が多分ね、まあ、悔しがってたしすごくね、うん、そう悔しい気持ちっていうのも引き出してもらえるプラス絶対にまた戦いたいっていう思わせてもらえたんじゃないかなと思うから、はい、だよね、はい、すごかったです、素敵
もうこれ、はい、はい、これから目指すところの壁の高さがね、結構高いよ、はい、もうでもいいんだよ、高ければ高い壁の方が乗り越えた時にいいですよ。はい、またまだあるんですよ、結構ね写真も。あ、もうこれめっちゃいいね、これなんて言われたの、これもし言える範囲だったら言っていいよ。まだできるなっていう、もう本当に その起きや大丈夫、起きれるかって言われて、うん、はい、ということまだやれるなって。すごい、今ちょっとめっちゃ鳥肌立ったんですよこれね、試合終わった後だったんだよね、はい、試合終わった後でもうチーンってなったんだよもうあのねギブアップだったから、はい、もう痛そうだったね、あれもね、痛い痛い、悔しい、痛いし悔しいし、ね、一番自分でギブアップっていうのが今までしたことがないので。あ、まあそうだよね、はい、そうだよね。もうでもそれの後に、こうマヤにね、あの一人じゃ立てないマヤにこうよりね近寄ってきてくださって、起こしてくれて、そんな言葉を言ってたの。はい、へー、もうますますに好きになっちゃった私素敵です、はい、いいね。じゃあもっともっとね、その UWF のルールとかね、トレーニングを重ねて、ぜひまたやりたいですか。はい、ぜひもう本当に強くなった時に戦いたい、また戦いたいです、まあね、そうだね、それがきっとね恩返しにもなると思うんだよね、うん、だからいいですね、すごい、いい言葉、まだできるなって、めっちゃいい言葉やん、素敵だ。もうそこでうわー、ないだそう、ギャン泣きしてましたよ、本当に本当にね、もう帰る方向分かんなくなってたもんねああそっちだったっけなと思いながら自分でも目の前がもう霞んじゃって。そうだよね、はい、そうだよね、まあそうだよ、本当に全力全身戦ったからね、素敵です。はい、まだありますか。あ、もうないですか。あ、はい、ね、グレート3での旗揚げを終えた、まやちゃんはこんな感じでしたね。ありがとうございます。でも、トレーニングもずっとしてるのもね、はい、ずっと続けてるということで、はい、でもまたね、まあ、デビュー戦っていう一つのね大きな、まあ、なんていうんですかね、くくりっていうか、うん、ものを終えて、多分今後もさ、はい、UWF の、ルールでそういうところの試合とかも多分入ってくると思うんだけど、はい、まあ、2戦目3戦目とか積み重ねていく中で、はい、目標みたいなのある？あります。何？その練習に行っててもすごい、その今田村教師さんに教えていただいてるんですけど、うん、その試合は、うん、何年もやって自分の目標がある中に大会が偶然じゃないですけど、うんうん、入ってるだけだから、うん、そこでは一つ一つ小さい目標はあってもいいけど、うん、一番最後の目標決めて、うん、そこに向かっていく段階、って言われたの？っていう風にだけ考えればいいと言われました。素敵、すごいね。なんかもうやっぱ心のなんていう、精神力も鍛わるようなトレーニングな感じだね。全て、はい、心技一体じゃないけどさ、うん、素晴らしい。なんか強いのよ本当に、やっぱり心が気持ちも強いし、まあ、すぐ泣くしすぐへこむんだけど、でもそれって私強いんだと思うんだよね。本当に心が強い人ってなんかへこんだりできないんだよ、へこむともう立ち直れないから。でも本当に多分心が強い人ってめちゃめちゃ泣ける人とかめちゃめちゃへこめる人だと思うの。へこんでも絶対立ち直れる、だから強いと思うから、すごい強いなって思うし、素直なんだろうね自分の感情に。いや、そんなすごい褒めていただいて、うん、今日だけなそこタエさんがこんなに褒めてくださるなんて思うから、なんかすごくいいなって思うし、うん、なんかね、一個私ね、はい、すごくマヤの言葉で、はい、もう笑っちゃうぐらい、まあ、この子すごいなって思った言葉が一個あんのこれ結構前なんだけど、なんかね、ある時にまあ、普通の話、日常会話をしてる中でマヤがね、まあ、一番その中の年下だったんだけど、二十歳よ、二十歳の子がね、でも
自分がやりたくて今ここにいるんですよね、だったら良くないですかって言った一言が、もう私はもう本当笑っちゃうぐらい笑っちゃうぐらい、いつだろう、そう、でも私は本当にまあすごいなと思ったの。でも確かにそうだし、まっすぐすぎてその言葉がね、まあ、すごいなと思って笑っちゃったのよ。いや私そんな先輩、まあ、先輩っていう感じではなかったけど、なんか日常会話でわわわわって面白く喋ってる中の一個ね、はい、本当になんかこれめっちゃ面白くないですかっていうような日常会話の中で、なんかなんとかなんとかなんとかなんて話してる中で、いやでも自分が好きでここにいるから別に関係なくないですかってなんか言ったのよ、ポンって、はいはい、もう私面白くて、それがすっごい面白くて、はい、面白いなと思って。でもやっぱり前はね、一番若いから全員年上なんだよ、はい、一応その日常会話の中ではね、はい、だからその年上の人にスポーンってまっすぐ正論をぶつけた汚れなき言葉が本当に面白くて、私は口元隠しながらずっとニヤニヤしてた、その場で。めっちゃおもろいなと思って、でも素敵だなと思って、あ、この子は本当に強い子だなって思った、その時に。まっすぐだなと思って、ありがとうございます。本当にね、そういう風に思ったんですよ。なんか面白いですよ。だから皆さんよく今後ね、舞台とかも出たりとかね、まあ、アクトレスガールズのお手伝いとかにも多分来たりとかすると思うんですけど、ね、会場とかでね、声かけて、かけられるタイミングがあったらかけてみてください。面白いですから。ただすっごい気を取るから。楽屋とかでもどうしていいか分かんなくて、ひたすら立ったり座ったりして、そうね、そわそわしてたよね、本当に、はい、そうそう、あ、 T シャツ着る、あ、やっぱ着なさい、あ、着る、あ、どうしよう、うーんみたいな挙動不審な感じなんですけども、はい、まあでもスイッチ入った時はやっぱねパーンって変わるのでいいと思うよ。でもその方が面白いよ、はい、うん、人間味もあるし、はい、うん、愛されると思う。そうですか。似た似た笑いやがって。そう、でも私さ、そのマヤとね、はい、写真撮ってさあげたじゃん、はい、ツイッターに姉妹みたいって言われたの。でも確かになんとなく似てんだよ、はい、よく言われます。なんか、あ、よく言われる、はい、似てるって言われる、ピンポンって。似てますか。あ、今スタッフさんも向こうでなんかね似てるの、まあ、背丈も体格もマジ似てるんだけど、まあ、髪型もあるかもしれないけど、でも顔の系統も多分似てんだよね、ちょっと。もうめちゃめちゃ嬉しいです。本当に嬉しいです。かわいいな、本当に。帰りにチョコレートこうだろうか。やった。いやね、でもね、すごいね、明るくて本当に前向きで、私はね、マヤから学ぶことがたくさんあります。本当にある、全然めちゃめちゃあるよ。そのなんか技術とかそういうとこじゃなくてね、うん、なんか物事の考え方だったりとか向き合い方だったりとか、すごい、もうまっすぐ見てくれるのよ今みたいな。もうね、今日はね映像だから前を見なさい。はい、まっすぐ見てくれるんだけど、でも本当になので、でこれからね、まあ、もともとアクション女優としてずっとやられてるっていうことで、アクトリングというものがさっきね、スケジュールにも出てましたが、7月25日、日曜日に新宿フェイスで、今回が本公演ということで、そこでもね、キャラ好きで出ていただくということなんですけども、ちょっとね、画像がありますね。はい、こちらですね、お昼と夜だから、まあ公演舞台なので町ソワですよね、町ねソワレと言われてるんですけども、こちらが、新宿フェイスで、お昼夜ともども、私たちは葉隠れというねチームがございまして、忍者なんですけども、はい、忍々のチームで、昼夜ともに出ます。はい、はい、出ます。でうちらの葉隠れチームって6人いるんですけど、6人全メンバー出ます。で、このマヤが、お昼の会の時にアクションシーンというものがございまして、まあ、そこでプロレスを取り入れた、シーンがござる忍者になっちゃった忍者になっちゃったもう忍者の話をして、そうござると言っちゃったござるのよ、はい、ね、そのお昼にアクションシーンがござるんですけども、その
その時は、マヤはね、そのお昼はあのアクションシーンでガンガンに、はい、戦うところがのシーンがあるのなんだ。で、まあ、昼夜ね、はい、共に見ていただきたい、プラスやっぱりマヤちゃんの戦ってるシーンも絶対見たい、もうどっちかしか行けない、本当にあの苦渋の選択でどっちかしか行けないんですっていう時はあのお昼にあの見ていただければ、はい、マヤが演じる、ホムラっていうね、はい、役がいるんですけども、ホムラがガンガンにニンニンってやってるアクションシーンが、はい、見えると思いますのでよろしくお願いします。もう一枚ありますかね。はい、これですね、今下にいる私たちがこの下のフェってなってるところが葉隠れのチームなんですけど、フェってなってるのが緑ですね、だから緑の方が、葉隠れチームなんですけども、はい、私がね演じさせていただくのが、葉隠れ忍というこの葉隠れチームのメンバーのリーダー の、うん、あの役で、忍さん役を演じさせていただくんですけども、忍自体は一番最初のアクトリングのプレ公演の時じゃない、2回目のプレ公演の時に、暗闇の中だけしれーっと登場してますしれーっと登場してるんですけども、他のメンバーは一切まだ出ていないという、もうこのシルエットを見る限りでも最強なんじゃないかっていう噂が飛び交ってるんですけども、ありますね。私は、夜公演の今のところ夜公演にアクションシーンが入ってくるんではなかろうもんかなかろうかという感じな感じです。だから、苦渋の選択でどっちかしか行けないなっていう方は、夜を見に行っていただくということなので、まあ、結果的に蓋を開けてみれば、マヤと私の、アクションシーンを見るためには、この日は1日空けなくてはいけないという、そうですね、はい、結果的にはそういうことになりますので、ピンポーンってピンポーンになってるので、7月25日は1日空けて、はい、ぜひね、このアクトリングという新しいエンターテインメントを楽しんでいただけたら嬉しいなと思います。はい、イエイということでね、もちろん、チケット予約も開始しておりまして、まあ、お芝居なので、まあリングでやるんですけども、360度 の、 視界の中でやるから、それも初めてでしょ。私360度の舞台が初舞台だったんですよ。あ、すごくないそれ。そうです。それすごくない。なんていう舞台。マリーゴールドっていう、うんうん、マリーゴールド絶望の花言葉っていうアクション舞台なんですけど、うんうん、それ360度だったの。はい、すげえな。もう必死こいて頭真っ白になりながらもうやってました。じゃあもう皆さん、もうマヤの演技は素晴らしいものだと思います。言わないけどすごいね。でもすごいと思う。私は初めてはやっぱりその普通の、まあ、ミュージカルだったんだけど、はい、本当の舞台だったから、あの会場がさ、もうなんて言うんだろうね、まあもうほぼ一面、うんうん、で袖の見切れ線があって、こっからはもうないですみたいな感じだったんだけど、うんうん、リングっていうものをね体感した時に、360度の舞台もやらせてもらったんだけど、ハケっていうハケがないじゃん、はい、本当にそのお客さんの本当のそこの会場から出るまでが、ね、ブース演技スペースになってるから、はい、でこう喋って絶対に視覚はできちゃうからお客さんに、はい、だから喋ってても声を届けなきゃいけないとか、声がね届かなかったとしても感情は読み取ってもらわなくちゃいけないっていうのとかをすごく考えなきゃいけないから、はい、なんかでも勉強にもなったから、なんかそれがこのアクトリングのやっぱ一個 の、 見どころだと思うので、うん、360度の舞台なので、まあ、どこに座ってももしかしたら正面に座るからといって推しのマヤや推しの私の顔が常に見えるとは絶対に限らないですよ ね、 そうですね。正面に座ったからとか、こっち側に座ったから見えるってことがないので、うん、まあ、どこに座っても全員に楽しんでいただけるように頑張るんですが、まあ、はい、まあ、どこに座ろうがリンゴに近ければ近いほど見やすいのは間違いない。まあそうですね、はい、なのでまあ、やっぱりね、そう言ってもやっぱり正面側がすごい人気なんですけど、うんうん、リングのね近い方の席がもう埋まってきておりますので、まだねチケット予約してないよっていう方は、いろんな人を誘って、もちろんねプロレスが好きな方も楽しんでもらえるし、舞台
演劇が好きという方、エンターテインメントが好きという方、そしてアクションが好きという方は、楽しんでいただける舞台になると思います。そして衣装とかね、コスチュームとかもすごくこだわっていますので、まあなんて言うんだろうね、キャラクターが出てきて実際に戦うと、まあ、2.5 次元チックな、舞台になっておりますので、そういうものが好きっていう人はね、ぜひ楽しんでいただけると思いますので、はい、たくさんたくさん連れんで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 来ていただいて、もう本当に声をかけて、全然知らない人にも声かけてなんならその辺にいる人にも声かけて見に来てもしかしたらピンポン それで好きになってくれるかもしれないです、ねね、行きたいみたいな感じになるかもしれないので、はい、ぜひ見に来てください、うん、そしてね、私たちのハガクレチームがででんもう一枚はい来ました、こちらです。もうねこれがね私は、はい、これね演出脚本をしてる方がね、トラオさんっていう、田中トラオさんっていう方なんですけども、まあ、ハガクレチームもね、トラさんがいろいろ考えてくださってるんですけど、うん、ハガクレは本当に他のチームに比べてもうまず役名役柄からして本当にぶっ飛んでますそうですね、で初めて役名もらった時に大爆笑しなかったします、ね、いやまあね、ホムラとかね、このマヤがね、はい、一番、右上かな、うん、ホムラの、ね、蹴ってるやつですね、はい、蹴ってるやつね、ハイキックをやっております、はい、マヤが演じるホムラとか、まあ私がね、演じるハガクレ忍のはい、とかはまあなんとなく普通やん、名前はかっこいいです ね普通なので、スズメもまあなんとなく、はい、まあ可愛らしい、可愛らしい、まあ、ちっちゃいね、西田薫子ちゃんっていうね、子がやって、うん、ちっちゃいの、本当にちっちゃい感じなんですけども、出るんですけど、あこの子も、まあ、全員ね出ますよ、全員出る中でアクションシーンがあるのがこのマヤと、はい、その横のスズメ役を演じる薫子が、あります。で、カオル子は、はい、お昼ではなくて、夜の方のアクションシーンに、出るぞという、はい、出るんではなかろうもんなかろうぞなかろうぞという感じなので、はい、まあだからね、両方とも見に来ていただきたいなと思う。まあなんかこの3人はなんとなく、名前もね、役柄も、はい、少しビジュアルもちょっとずつね出てきてるっていう感じ、はい、まあ公式のねアクトリングのツイッターがあるんですけど、そこにねちょっとだけマヤと、カオル子のまあね、ホムラさんとスズメさんの、はい、ちょっとだけね、やっぱ全部はね、本番見ていただきたいんで、見せられないです。ほんとちょっとだけビジュアルも公開したんですけども、はい、他のね、残りの3人の名前よ役名よ、皆さん見てください。一人すごい馴染み深い方がいらっしゃいます。本当だよね、本当に急須って入っちゃってるから、それであやたかって入っちゃってるからね、もうシルエットも、ね、本人だけじゃないっていう、そう、急須と共になってるからね、はい、ね、もよね、届けもよこさん、はい、私もよこさんはね、舞台を共演もしたことがございます。本当に大好きな女優さんでありますので、まあ最近ね映画も出てて、何だったっけ、夏の扉、何でしたっけ、山崎賢人くんが主演されている映画にも出てるんですけども、ちゃんと調べてこいよって感じだったよね夏への扉、はい、夏への、惜しかったです、惜しかった、夏への扉の映画にもね出てらっしゃるっていうもよねなんですけども、あのね、あやたかって入っている方がいらっしゃったりとかもう地獄谷黒卵さんもう情報量が多すぎて、もう、ね、いい、もう本当に言いづらいはい、ね、これをね演じてねいただけるのね、まあ、私たちもねくまさん、くまさんって呼んでるんですけど、くま、はい、さんはね、なんと昨日誕生日だったんです、イエイ、おめでたい、はい、もうね、くまさんはね本当に絵とかね、いろんなものとかすごい得意で、私たちがねすごいわがまま言ってることを全部こういう形にねしてくれて、みんなに伝えてくれるので、すごく本当にお世話になってるので、もう地獄谷黒卵さんを演じていただきますね、はい、みんながわーって言ったのをまとめてくれる、そう、全部まとめてくれる、もう好き勝手にみんな言うから全部くまさんがえちょっと待ってつって、ちょっと待ってはいはいはい、こういうことですか、あそう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 ってね全部まとめてくれてるので、はい、もうありがたいなと思っております。そしてね、もう一人を、もう一人だけなんかカタカナ振りかざしている振りかざしてる、そう、リバーフォレストフクロウ
はい、最後だけちょっとね、ね、なんかなんかね、そうだ、まあいろいろね、その役柄のね、あの、なんていうんですか、はい、キャラの設定とかもあるんですけれども、うん、あのなんでね、リバーフォレストっていう名前とかも、ね、ちゃんと理由があるんですよ。うん、なのでそういうのとかもね、あのゆくゆくあのまあ言ってもいいのかちょっとわかんないから、今はねちょっと黙っとくんですけども、え、そんな理由っていうね理由だったりするんですけどね、このね、あのリバーフォレストフクロウさんを演じていただくのが中山やすかさんっていうね、やすかちゃんは最初ね、あの普通に葉隠れチームがバッてあの結成された時はまだアクトリングの練習生としてあのどこの、 あのユニットっていうかチームに入ってなかったんだけど、あのすごくねやっぱりキレッキレの動きをするので、ぜひ葉隠れに入っていただきたいと思って入っていただいて、今もね一緒に練習しているという、はい、そう、やすかちゃんも結構行動力めちゃめちゃ高くない？そうですね、 びっくりしました。そう、すごいの、あのまあね、みんなねすごくね行動力が高いんだけど、葉隠れの人たちって、あのあのまずなんか、まあ、お笑い担当に私ともよねがいたとしてねしたとして、あのすごいまとめてくれるくまさんがいて、はい、で、すごい陽気な、まあ変わるかもちょっとお笑いかな、あでもまあ一生懸命って感じ、うん、で末っ子キャラのねマヤがいて、でもう行動力が半端ないやすかちゃん、はい、でもうなんかやろうと思ったらすぐもう行動して、これどうですか、これどうですかってね、はい、これやろうと思ったんでこれ持ってきました、あこれ持ってますそう、すごいすごい、 すごい、なんかね、違うところで朝練とかする時とかも、やすかちゃんとかあのくまさん、この二人やっぱりしっかりしてるから、あのねいろんなものをね持ってきてる、はい、レジャーシートとか消毒ありますよ、レジャーシートありますよみたいな、無臭毛ありますよみたいな、ドラえもんかっていうよね4次元ポケット持ってますね、そうなんですよ、だから結構ねバランスもすごく取れたあのチームなんじゃないかなと思っております。あとやっぱりね、あの元々のポテンシャルが高い中で、あのまだアクションをやったことがない、子とかも入ったりとか、お芝居をねずっとやってきてるけど、こういうあのなんて言うんでしょうね、エンターテインメント、うん、ザ・エンターテインメントっていうものには初挑戦っていうメンバーもいる中で、この葉隠れは、25日にね、はい、初お披露目ということになるんですが、もうねこの画像にもね、まあ、あらすじじゃないですが、キャッチコピーみたいなのが書かれてるんですけども、ちょっと読むと、どこから来てどこに向かうのか、やつらは一体何をするために戦っているのか、戦っている相手は本当に敵なのか味方なのか、ここまでめっちゃかっこいいじゃん、かっこいいですね、そしてザ・忍者、そう、あ、誰と戦ってんだろうな、すごい強いんだろうな、うん、その後よ、そしてやつらはそもそもやる気はあるのかそこ忍者なのか何なのか、忍びたいけど忍びない忍者葉隠れ後半からちょっとね、おやおやっていうおよよっていうのが詰まってきている、ね、これもね、あの演出の寅さんが考えたことなので、はい、やっぱりちょっとこれを見ていただいても分かるように、ちょっと葉隠れは他のチームとはちょっと異色だと思っていただいて、もちろんね、ガチが強いです、もうガチが強いつもりはあります、はい、ガンガン、ね、やっぱ忍者なんでね、忍者強いじゃん、ね、何をしてでも勝たないといけないですね、そうそうそう、だからそうそう、すごい強い気持ちあるんですけど、はい、ちょっとやる気があるのかとかにまず実際何者なのかっていうのもありますね、ちょっとわかんないですね、なんか忍者なのに忍びたいけど忍べないっていうのはどういうことなのかもちょっとわからない、私的、ね、私たち的にもちょっとよくわからないっていう、はい忍びたがってはいるんですね、そうだね、だって忍びたいって書いてあるね、はい、けど忍べない、忍べないんですね、うん、何かがあって忍べないんですよね、ちょっとわかんないね、忍びたいのに、う、うん、はい、そう、なんかもうこういうあらすじボンっていうのしかと、役柄のボンっていうキャラ設定しかうちらもらってないからどういうことみたいな実際にね、そのね、がっつりとしたね台本とかが本当に 本決まりで送られてきたら、あってかなるかもしれないけど、まだそういうの段階じゃないので、はい、私たちもおよおよおよ名前からしてやはりふざけ倒してる、でも私はすごくねそれが嬉しいなと思ったの、すごく楽しみだし、はい、なんかね、いろいろその各チームによって見どころがたくさんあると思うし、みんなこだわりがあると思うんですけど、うん、葉隠れは葉隠れのこだわりを持って楽しくやりたいと思います、そうですね、ね、はい、もう本当にキャラ重視でいきたいなと思っておりますので、うん、まあね、すごくこの葉隠れ他にもいろんな
チームがございますので、7月25日はね、ぜひ、はい、見に来ていただければ嬉しいなと思います、はい、きっと推しが見つかりますよね。そうだよね、キャラクターが めちゃめちゃ出てるからね、はい、ね、今んとこ出たさ、アクトリングの中で推しっているの？マヤ、あ、私の推しは、うん、やっぱり姉モネちゃんです。姉モネちゃんだって。宇宙海賊シェルオル、はい、あ、そうなんだ、かわいいよね。かわいい。そう、夏希ちゃんね、演じての演者の夏希ちゃんなんですけども、ここにもねゲストで1回来てるの。そうなんですか。シェルオルの前に1回呼ばせていただいて喋ったんだけど、ね、確かにめちゃめちゃかわいいよね。かわいい。私あられちゃんとかが好きで、うん、ちょっと破天荒なでもちょっと強いっていう感じ。なるほどね。あられちゃんが好きで、姉もね好きなんだ。めっちゃ面白いね。ベーって感じ。あ、確かにベーってやるもんね。なるほど、あられちゃん好きなんだ。そうなんです。うんちゃーっていうのが、うんちゃーって木の棒にのピンクのサス、あ、だね、うんちゃっちゃつけてね、うんちゃっちゃつけてくれてるね。かわいいよね、はい、確かそうなんだ。もう若干でもこれね、こうやってやったらあられちゃんっぽいもんね。なんか私ですか。うん。そうな、ちょっともうアホっぽくなるからやめて。えへへとか言うの、はい、ほらもうあっという間に5分だよ。あと早いで、早いでしょ。早いのよ。びっくりしました今。そうなんだよ。楽しくて。楽しかった。はい、そうだ。まあね、だから今後一番近く会えるのがアクトリングになるのかな。そうですね。そうだよね。そうだ。なので、ぜひね、多分結構やっぱりそのグレートさんのね、旗揚げ戦のその試合が結構注目されてて、YouTube とかでもね見たと思うんですけど、うん、まだね見てない人とか、まあ、一回見た人の何回も YouTube でチェックしていただきたいんですけども、そのマヤとは全く違った、マヤを見ることができるはずなので。そうです、はい、全く違う。そうだよね、まあ、役演じるから違うんだけど見えると思うんで、ぜひね直接会場に来て、まあちょっとね行政の動きからしていろいろ変わってしまうかもしれないんですけども、うん、一応物販のお時間とかもご用意させていただきているので、まあ、たくさんね出てるので大変かと思うんですけど、ぜひハガクレをよろしくお願いします。よろしくお願いします。宣伝してね。はい、でもやっぱり一番は会場に満席のお客様の中でね、今のこの行政の中で可能な限りお客さんを入れさせていただいて、その景色の中で、このエンターテインメントアクトリングを昼夜ともに皆様に届けることができることが一番はい、いいことかな。いいことっていうか、多分その時に見る景色もやっぱりいいと思うから、はい、すごく今後のねアクトリングの To Be Continue にもつながっていくと思いますので、はい、ぜひぜひ皆さん予約してないよっていう方してください、うん、扱い演者っていう項目があるので、ぜひそこにね推しの演者さんがいたらそこに演者さんの名前を書いてあげて、そうすると演者さん分かるので、自分のチケット予約がどれだけいるのか、うん、こんなに応援してもらってるんだっていう数字もね見るとやる気も出てくると思うね。一つの力になります。そう、一つの力になりますなので、皆さんね、もしねいないのよ推しがっていう方は、福田麻也もしくは本間大もしくはハガクレメンバーの中から選んで、はい、どれにで選んでもいいよ。いいんですけど、はい、もしいないよって方はぜひ、そこの名前を書いて予約していただけると、もうただただ私たちが喜びます。喜びます。はい、もう この上なく喜んで喜びの舞をハガクレで舞いたいと思います。はい、楽しみにしててください。はい、よろしくお願いします。詳しくはですね、公式のアクトリングのツイッターございます。そして、アクトリスガールズの、ホームページにも載ってたり、 YouTube にも、いろいろね試合シーンとかアクションシーンが流れたりしてますので、うん、そこもチェックしていただけると嬉しいです。アクトリングももちろん、まあ、私もねアクトリスガールズとしてリングでも戦っておりますので、そちらのご予約ももろもろよろしくお願いします。ラスト1分だからね、はい、お前なんか言おうか言葉どうだった今日は。今日すごい楽しかったです。もう私喋るのが結構苦手で。でも全然普通に喋れてたよそう、びっくりしました新たな、はい、私こんなに喋れるんだって。喋れてる喋れてる、大丈夫です、はい、素敵ね。ありがとう。またなんかねある時にはね、
あのぜひゲスト来てください。嬉しいです。はい、マヤもね、はい、ツイッターとかインスタもやってる？やってます。はい、やってますので、はい、ぜひ皆さんフォローよろしくお願いします。そしてね、いろんなもう一人たちに知っていただきたいので、いろんなツイートを拡散していただけると、はい、嬉しいです。よろしくお願いします。お願いします。はい、ということであっという間の50分間でしたが、はい、また来週も私はね、はい、スタジオにお邪魔して生放送していきたいと思いますので、それでは、7月25日、はい、会場でお待ちしております。それではまたね、バイバーイ。福田真由さんでした。ありがとうございました。